はい、どうもメロウです。1年ももう終わりますね。はい、ということで、せっかく年の節目なので、まあ昨年通り動画を1本出そうじゃないかということで、今年も1本出させていただきます。まあ普通に 2K やってもね、面白くないんじゃないかということで、まあ多少ね、今年を振り返るような動画にできればなと思って、まあ何にしようかなって考えてたんですけれども、まあその悩んでいるうちにどんどん時間がなくなっていくと。で、私その12月27日ですかの、朝6時からですね、ちょっと遠征に行ってきますよね。一週間、ちょいかな、遠征に行ってまいりますので、動画が全く更新できなくなるんですね。で、だから27日の朝にはもう編集できないので、26日の夜、まあ9時ぐらいですかね、までにはちょっと動画をね、作っとかなくちゃいかんぞということになっておりまして、まあどんどん時間がなくなってきますから、動画のネタ何にしようかななんて、まあ考えていたんですけれども、まあ決めましたよ。動画をネタをね、決めましたよ。相当悩みましたけどね。ちなみに今何日の何時かわかります？今日26日の夜10時ですね。正月動画を、撮り終えたばかりです、今。はい。もう8時間ぶっ続けで、収録と編集を繰り返しておりまして。まあ、正月動画上がりますよ。新年一発目の動画。上がりますけれども、実はあれね、見てもらっても多分わからないようになってると思うんですけど、実はあれ、大晦日動画になる予定だったんですよね。なんでこう順番が逆になったんですよ。正月先に撮って今大晦日撮ってるっていうことですよね。もう急遽ボツになりましてね、大晦日動画のネタが、正月動画のネタがね。ちょっと慌ててそのいろんな人に連絡をして、まあ今なんとか形になってるところなんですけれども、背景がちょっとね、今出てると思いますけど、画像がちょっと手抜きっぽいですけど、申し訳ないです。これはリプレイセンターの映像ですね。映像っていうか画像ですね。はい。まあメインモニターに注目していただければな、と思います。で、まあ今年ですよ。まあ2016年、いろいろ、まああったと思うんですけれども、皆さんもね、まあ何があったかな、なんて、私も思い返してみるに、今年は本当に、まあ、今年もかな、ろくでもない年だったな、なんていうふうに思っておりますよ。今年の終わりにね、こんなこと言うんじゃねえよと思ってるかもしれませんけれども、まあ、本当にろくなことがなかった。炊飯器が壊れましてね、年末ですよ。米ったら私の生命線ですからね。で、PS4 が壊れましたね。これも12月入ってからですね。もう、毎年ね、こう、年の終わりになると、なんかこう、よからぬことが重なるんですね。去年は去年でほら、モデム？ネット環境に全く、ネットに全く繋がらなくなって、ケツカッチンデーなのにね。うん。また編集しなくちゃならなかったのに、ネットに繋がらねえでやるの。そう、ライセンス認証できなくて編集できなくなったっていうことになったんですよ。それでまあ私が某そのプロバイダー会社の方に直接電話をしてブチ切れたっていう、まあ、事件があったんですけど、まあ、今年は年末だけじゃないですよ。もう年の真ん中頃にもやっぱろくでもないことはありましたよね。私今 iPhone の新しいのを持ってるんですよ。壊れちゃったんでね、前のが。
これ買い替えたんですよ。iPhone の 6S だっけな、発売したの。6S だよね。そうで、今調べる。6S。iPhone 7か。iPhone 7かな ?7 ですよ。これ7か、自分の携帯が何かも分かってないっていう。これ7じゃねえな。いや、7だ。7ですね。まあ、とにかく新しいやつですよ。間違ってます、すいません。新しいやつね、これ買ったのよ。発売日、まあ、予約しててさ、当然。で、もらいに行くじゃない。まあ、私、ドコモなんで、ドコモショップに行ったんですけど、ものすごい並んでましてね。予約したことある人だったらわかると思うんですけど、何時から何時だったら、入荷したんで来てもらったらすぐ渡せますよって言って電話来るんですよ。電話とかショートメール。で、私のとこにはもう、ショートメールじゃなくて電話が来ましてね。ショップから直接。で、来てくださいっていうふうに言われたんで、わかりましたって言ったんです。そしたらもう大混雑。いやいやいやと。ちょっと待てと。あんたらがこの時間だからいいって言ったのに、なんでお前俺はこんなに待たされてんだってことで、もうメロさんと直伝ですよ。まあ、その時の様子がね、奇跡的に動画に残っていたので、ちょっと見てもらっていいですかね。はい、これね、私がドコモショップに着いた時の様子ですよね。まあ、もうこのすでに、もう店内じゃなくて、もう店の前に、すでにこう、何人か人がいるっていう状況ですよ。あれおかしいななんてこう、まあ思いながら、まあこう周りの様子を伺ってるわけですよね、メロさんはね。確かに私は4時半に来てくれと言われたんですよ。で、まあいざこう入店してみますと、このものすごい人だかり。ものすごい人だかりなわけですよね、これ。まあ、なんかもうこういう感じですよ。要するに。もうドコモショップの店員さん、もう二人しかいないっていう状況ね。で、この PC を、この PC を触って、整理券を取らないと、私呼ばれないんですよ。永遠に。カウンターにね。ドコモそうですよね。ドコモって、ドコモじゃないですよ。どこでもそうですよね。多分ソフトバンクでも同じなんですよ。で、これ今私一生懸命この必死に、整理券を発行しようとしてるんですね。だからこの、わかりますかね、このエキセントリックなタイピング。この私がこうタイピングしようとすると、いけるかな？こうすると、こう、他のプレイヤーの邪魔になっちゃうんですね。他のお客様が、こう、横からガーンやってきて、俺だろっていうことになるわけですよ。で、まあ、映ってないですけど、この画面には。要するに他のプレイヤーの方ですよね。他のお客様も、要するにこういう状況になってるわけですよ。まあ映ってないけど、実際映ってないけど、こう、整理券発行しなきゃっつって、こうひたすらパソコンいじっては、ガツッとこう弾かれるっていう、もうこういう状況ですよ。もう、ドコモショップはもうパニック。こうなったらもうね、もう順番なんてないんですよ。もうひたすらこの整理券を発行する手続きをですね、みんな踏もうとするわけですけど、まあ何遍やってもまあダメですよね、そりゃね。みんな同じことやってんだから、それはダメなわけですよ。っていう、まあ、雑なネタなんですけど、ちなみに今のは、まあもちろんドコモショップなんかじゃないですし、ディビジョンっていうゲームなんですね。トム・クランシーのディビジョンっていう、まあ、ゲームなんですけど、あれは発売当初に私買いまして、当日に買いまして、で、ダウンロード版だったかな、確か買ったの。で、12時になった瞬間にやったんですよ。そしたら、あんな状態で。確かあれはね、チュートリアル終わって、
1時間ちょいやったら、あれやんなきゃいけないんですよ。そう、なんか、あれ、あのパソコンで、身分を認証しないと、エージェントになれないっていう、もうチュートリアルの最後みたいなやつなんですね。でそこでみんな詰まっちゃったっていう、まあそういう、まあ、決定的なその、不具合がありましてね。このゲーム。慌ててその動画撮ってたんですけど、まあ、いつか使えるかなと思ってね。前編通して俺がマジでキレてるっていう動画になってしまったので、これは出せないぞということで、お蔵入りですね、これはね。はい。ちなみになんですけど、今どうなってるかわかんないけど、これは、サーバーを変えれば、万事解決っていう、それだけなんですよね。要するに人が多いサーバーに入っているので、あれだけ、詰まってるっていうことであって、人が少ないサーバー行っちゃえば、もうパソコンの前誰もいないわけですよ。で、それやって、あとはもう人多いサーバー行けばいいだけですよね。それが終わっちゃう。言うだけなんですけど。まあ、茶番はこれぐらいにしますか。だからもうネタがないからさ、もう慌ててその HDD の、その没動画の中を、探って、ようやく引っ張り出してきたのがこれっていう、ね。俺がゴッドフェイス弾いてる動画ってのもあったんだけど、クソつまんねえから、マジで。ほんとにつまんねえから、もう見せらんねえな、これ。で、これを引っ張り出してみました。じゃあ本編行きますか。はい。今日は何するかっていうと、2K シミュレーターっていう言葉があるんですよ。皆さんご存知ですかね？2K シミュレーター。要するに、2K を使えば、その現実の NBA の動きっていうのも大体予想できるんじゃないかっていう考えたバカがいましてね、北米の方に。で、このバカを筆頭に、猿がもう何匹も連なってきて、2K シミュレーターっていうのを本気で捉え始めてる奴らがいるんですよ、一部。で、私はね、そういうのは好きじゃない。やっぱりその、スタッツってのは確かに重要なんだけど、それで人間すべて知った気になってしまうのはどうなんだろうと。まあ、してやシミュレーションのシミュレーションですよ。スタッツなんてのはもうある種シミュレーションみたいなもんですから、予想の、なんていうかこう根拠の一つにしかならないわけですよ。その予想するための種を予想するっていう、もうわけのわからないことですよね、これはね。だから今回は、まあ、ニックス、今年これまで振り返りつつ、実際 2K シミュレーターってどうなのっていうのをちょっと検証したいと思います。方法としては簡単で、マイリーグを作りまして、ロスターを変更なしにします。で、全部シミュレーション、もちろん私はプレイしません。プレイ時間も全部すべて NBA のものに準拠した設定で、12月、今日が27ですから、26ですから、12月25日のボストンセルティックス戦まで、現実時間までシミュレーションして、もろもろのスタッツをじゃあ比べてみようじゃないかということを、今回の動画の趣旨としたいなと思っております。いや分かりますよ、言いたいこと。年末動画これって、まあ、思ったわけでしょ今ね。まあ、わかりますけど、もう、ないんだ。ネタが。ネタがないんだよね。寿司屋行ってさ、シャリだけ出てくるのか、まあ、なんかまだなんか乗ってんな、みたいな。なんか、かば焼きさん太郎が乗ってる寿司と、シャリだけの寿司、どっちがいいかって言われたら、まだ、まあ、駄菓子だけどね。駄菓子だけど、まだなんか乗ってる方がいいでしょ。苦しいですか、これは。これは、ちょっと苦しいですね。まあ、そんな感じの動画ですよ。まあ、なんか、テレビつまんねえなって思った時にね、もう、ぼーっと見てくれればいいかなと思います。はい。じゃあ、最初にですね、どういう風に、シミュレーションを2Kの方でしてきたのかっていうのを一応動画撮ってきましたので、ほんと3、4分かな、短い動画ですけど、
先にちょっとそっちの方を見てもらえますか。はい、ではどうぞ。はい、それじゃあ、早速やっていきましょう。検証動画ですね。本当に、2K をね、まあ、2K シミュレーターなんてたまに言われますけど、本当にこいつにねシミュレーション能力があるんであればね、まあ、これは現在のニューヨークニックスの状況と、まあ、かなり近いところまで行くと、まあそういうはずですよね。ニックスです。同じロスターで、当然、全てシミュレートで行っていきます。これ収録してるのは12月27日です。日本時間12月27日はい。で、12月27日現在のニューヨークニックスの成績は16勝14敗です。まあ、ギリギリ勝ち越しているという感じですね。はい。それでですね、まあ、具体的には動画の後半で、詳しく見ていくことになりますが、ひとまずシミュレーションを開始していきましょう。まあこういう風にねどんどんと、進めていきましょう。まあこれ自体はねそんなに見栄えのする、まあ、トレードは発生しなかったので全て拒否していきます。開幕ニックスが勝ってるっていうのはすごいね。ベイカーふざけんなよまあどんなトレードであっても受けるつもりはないんですが、はあ、で実際はここまでです。現実ではここまで進んでますので、ここまでシミュレートしてみます。ローズとプラムリーがすごい要求されんな。はい、おっと、グリフィンとポルジンギスはいはい、負けました。14勝16敗、現実が16勝14敗なんで、あ、かなり近いところまで行ってるんですね。なるほど。はい。詳しいチームのスタッツが、ちょっと見れないので、まあ、見れそうなら、また撮りますけど、ちょっと今のところね、選手の個人スタッツしか見れてないんですよね。で、まあ、ノアがちょっと怪我しちゃってるっていうのもあるんですけど、まあ、確かにノアもね、怪我したんですよ、現実でも。はい、メロが23、ポルジン15、まあ、全部これはもちろんシミュレーション12分で、行っていますので、行ってますよね。行ってますね。はい、まあ、全体の勝率に関してはかなり近いところまで行きましたね。問題はこのチームスタッツですよ。ここがどこまでこう近づいていくのかっていうところが気になるところですよね。はい。じゃあ、後半でもこの動画面はワイプで出しますので、覚えておく必要はないんですけれども、まあ、シミュレーション編は、まあ、こんな感じになりましたよという感じで、はい、終わりましょうか、一回。ちょっとチームスタッツの方をちょっと探してみますね。チームの成績がどういう風になってるのかっていう、成績っていうかスタッツね。はい、ちょっと探してみます。はいはい、どうだったでしょうか。まああんな感じでやりましたよっていうことです。それでですね、最初にチームスタッツの方から、見ていきますか。チームスタッツですね、まあ、動画の中ではどこにあるんだろうなんて話してましたけれども、普通にありました。で、30試合やった中でのチームのスタッツ統計ですね。
が出ていました。で、今画面に出ているのが、左側に、出ているのがですね、2K の方のスタッツです。で、右に出ているのが、こちらはどこだったかな、多分ESPN ですね、書いてました。 ESPN のスタッツから抜いてきた、データになります。ちょっと分かりづらいんだけど、チームスタッツっていうのはトータルのところを見てもらえればそれだと思ってください。 GP っていうのはゲームプレイングですね、30試合もやってるということです。はい。で、 GS ですね、ゲームスターティッドです。スターターで出た試合数ですね、これは29試合と30試合。まあまあそういう風に並んでます。はい。で、まあ、早速見ていきますか。得点がですね、105.6 点です。ニックスは。実際はね。ただゲームでは101点ちょうどですね。で、失点数も大した変わらないんですよね。で、これちょっと失点数がね、ちょっと出ないんですよ。で、まあ、誤差をどこまで認めるかっていうところなんですけど、101と105だったら、まあ、シュート2本分ですよ。そこまで離れてないよね。うん。そこまで離れてないんじゃないかなーって、ちょっと、思う、ですよね。私は。どうですかね、そこら辺は。だから、そんなに、現段階では、離れてる気はしない、ですね。で、まあ、フィールドゴール効率っていうのも、出てんのかな、これは。ESP の方にはちょっと出てないかな。アシストターンは、あ、まあ、リバウンドとか分かりやすいの見ていきますか。リバウンドが45。実際45。これはちょっと離れてますね。リバウンド6本分離れてるのはちょっと大きいかな。ゲームの方が多い。リバウンドは。で、ディフェンスリバウンドが、現実が 33.7。通勤シミュレーションの方が 37.9。 オフェンスリバウンドが13に対して12、まあ1本差、そんなに悪くはない。オフェンスリバウンドはまあかなり近いところまでシミュレートできてるのかなっていう気はしますね。あ、意外と低いのかこれ。スティール数が 5.9 に対して現実では 7.3。 つうかメロ、スティールパーゲームって1なんだね。すごいな。知らなかった。アシストが 21.7 に対して 25.4。 4本。まあ、端数切り捨てだと4本だね。4本差。まあ、オフェンスリバウンドとか、アシストに関してはちょっと離れたかなって気はするんだけど、そんなにびっくりするぐらい離れてはいないですね。で、重要なのは、これだけ近い数値で、14勝16敗してるんですよ、ゲームは。実際はこれの本当に真逆、16勝14敗です。で、かなり近いんですよね。かなり近いんですよ。そこが重要だと思いますね。若干離れたんだけど、部門によっては。チーム成績も、チーム成績が何より近いっていうところが、すごいなって思いますね。ドンピシャなのはさすがにないか。個人スタッツ見ていきますか。まあ、今メロの画面になってますけれども、申し訳ない。見づらいでしょうけれども、表で、ぜひ、全部見てください。で、一時全部の選手を見ていくってことは、しないです。で、まあ、大体予想できてるのは、メロとか、そこら辺の得点なんだけど、
2K シミュレーションと、現実のスタッツ比べるにあたって、この動画撮る前からちょっとだろうなって思ってたのは、ポルジンギスのスタッツが、2K 低いんですよね。現実は20点取ってますよ、ポルジンギス。ただ 2K の場合は15点ですね。で、メロがその分1点多く取ってるんですけど、現実より。やっぱり 2K って、もう、ポルに対する評価低いですよね。絶対そう低いと思うんだよ。あのスタッツからしたらそれそうなるよね、絶対。で、まあ、リバウンドに関してはかなり近いです。ディフェンスリバウンドはゲームが 5.6。で、現実が 5.9。0.3 本差なんで、ほとんど同じって言ってもまあいいでしょう。オフェンスリバウンドは 1.8。で、ゲームが 2.4。こんな取ってないかなっていう感じ。だけど、まあ、桁が違うように見えるけど、有効数だけ揃えてあげれば、もう大体同じなんですよね、これね。で、まあ、計 8.0 に対して、まあ、現実は 7.7。0.3 の差なんで、かなり近いところまで来てます。はい。アシストがちょっとね、離れたかな。でも、そうだね。ブロックが 1.3 に対して、現実は 1.9。そうですね。そんな離れてないよね。メロのアシストが 4.5。ゲームね。現実は 2.9 ですよ。リバウンドが6に対してゲームが7。ディフェンスが 5.2 に対して 5.8。ただ得点もゲームの方が多いのか。ゲームの中のメロが、能力が高すぎるのか、現実より。それより、ローズとか、他の選手の影響っていうのをうまいことシミュレーションできていないのか、ですね。デリック・ローズ見てみますか。26試合プレイしてますね。現実の話ね。で、ポイントが17ですか。17点。低いね、ゲームね。14.8。あんまり評価されてないのかな。ディフェンスが 1.1 のディフェンス、オフェンスが 1.1 のディフェンスが 2.1。ああ、これは結構近いところまで読んでますね。読んでますね。アシストが、ゲームが 6.3。現実は 4.4。ゲームの中のローズっていうのは、だから要するにお膳立てするタイプのポイントガードなんですよ。なんでしょうね。その分だからメロが得点増えてるって考えると、能力値云々ではないのかなっていう気はするかな。で、まあ、奥院ですよね。奥院どうだろう。6.2、ゲームが 6.2 に対して、実際も 6.4。はあ、オフェンスリバウンドが 2.1、2.9。3.5 に対して 5.7、ディフェンスがね。で、計、ゲームが 5.7 に対して、実際の奥院のリバウンド平均は 5.5 なるほどね。ドンピシャかと思った。違ったね。実際は 5.7 なんだけど、リバウンド全体の平均がね、ゲームは 8.6 になってますね。めちゃくちゃリバウンド取ってる。ただこれは、ノアが負傷したんですよ、ゲームは。それによる影響も大きいかなって思うんですけど、ただ実際現実も、怪我してますからね、ノアね。で、選手をもうちょっと変えてみますか。ランス・トーマス見てみます？ランス・トーマスは、現実では 4.5 点です。ゲームでは 3.3 ですか。リバウンドが 1.7 に対して、実際のランスは 1.8。近いですね。相当近いな。アシストが0、ゲームね。現実は 0.3。近いね。近いけど、まあ、
完全に0と 0.3 とちょっと差があるかなって気はするけど、まあ、かなり近いですね。うん。スティールが、あ、まあ、ゲームが0ね。なるほどね。ちょっとね、待ってくださいね。あー、そっか。プレイ時間のあれ持ってくればよかったね。この通勤側のデータにね、プレイ時間が載ってないのがちょっと申し訳ない、ですね。そう、だから持ってこなかったんじゃなくて、なかったんだよな、確かな。こんなことあんのかなって思ったけど。まあ、あるんですよね。そっか。そこ比べたかったね。出場数ね。コーチのシミュレーションもどれくらいできるのかっていう。うん。ただまあ、総じてかなり近いんじゃないですかね。例えば、クズミンスカスはどうだろう。クズミンスカスはかなり予想に反して頑張ったんだと思うんだけど、クズミンスカスですね。ゲームでは5、違うな。こっちか。7.0 得点。クズミンスカス、実際は 4.2。あ、2K の方が？クズミンスカス頑張ってんのか。いや、これでも多分出場時間長いな、クズミンスカスな。クズ多分長いわ。やっぱここら辺はちょっと離れるな。ウヤチッチ、サーシャ。ゲームのサーシャはもう出場してないからね。まあでもこんなところじゃないですか。はい。どうですかね、皆さん。ここまで見てきましたけど、かなり近いんじゃないですかね。最初、ねえ、どんなもんよみたいなの言ってましたけど、私。偉そうに管巻いてましたけど、鈴木さんこれ結構すげえんじゃないかな。結構すごい気がしますね。いろんな指数があるんですよ、鈴木って。人の思考っていうか、プレイスタイルを数値化してね、確率化して、ゲームに反映させるっていうのはとても難しいことだと思うんですけど、いや、うまいことやってるんじゃないかな。実はすごいゲームやってんのかもな、俺な。まあ、こんな話ですよ、今回は。いや、でも一回やってみたかったんだよね、風景シミュレーションってのは。実際どんなもんなのかっていう。いや、もうかなり近かったね。ちょっとこれはびっくりした。うん、正直びっくりした。うん。ただ、そうだね、もうちょっと詳しい数値まで見ておく必要があるのかなとは、思うんですよね。例えば、総得点数とか、もっと選手、プレイ効率とかね、そういうのももっと見るべきなんだろうけど、同時に2つのデータを持ってくるっていうのはあんまりできなくて、いろいろ試行錯誤したんですけど、まあ、こっちの数字がリアル GM の方に載ってたり、かと思ったら 2K の方には載ってなかったり、そういうのが結構あるので、まあ、スタッツ大好きおじさんとかねからすると、まあ、ちょっとね物足りないとは思いますけど、まあ、NBA を見るってのは、まあ、数字を見るっていう楽しみもあるんだよっていうことですよね。もう熟練したスタッツマニアはもうなんか数字見ただけでどんな試合だったかわかるって言いますからね。意味わかんねえな。数字の先に人の行動を見てるっていう
もうなんかマトリックスの世界みたいなんですけど、まあ、そういう人もいるらしいので、まあ、ぜひ皆さんね、まあ、プロ野球でも何でも、あの、選手のプレーも好きだけど、そういうデータ見るのが好きっていう人もね、いるかもしれないので、まあ、そういう方にも通勤は割とおすすめできるのかなという気がしました。はい。じゃあ、こんなところで、今日はもういいですか？なんで片言なんだよ。もう、しろよ、もう。もう10時だよ。10時過ぎだよ。もう寝なきゃダメなんだよ、俺明日。5時に起きなきゃいけないのに、もうこんなことする場合じゃないんだよ。でこれから編集してさ、エンコードするわけでしょ、大晦日にさ、貴様らに見せる動画を作ってるわけですよ、一人で何もない部屋でベラベラ一人で喋りながらアホみたいに。今日の NBA のクリスマスゲームだって一試合も見てないのに。ああ終わりますか。はい。それじゃあ、残り少ない時間だとは思いますけど、ぜひ、良いお年をお過ごしください。最後までね、何が起こるかわからないんで、油断しないで、ね、もしかしたら、12時58分とかにもアキレス腱切っちゃうみたいな、はしゃぎすぎてね。なりかねないので、ハメ外しすぎないように。お酒飲んでる人もですね、ぜひ大人な酔い方をしていただきたいと思いますね。私は年末年始、おそらくお酒は飲めないと思うので。はい。じゃあ、正月動画の方も、用意しておりますので、こちらの方は確実にアップされますので、公開された時には、よろしくお願いいたします。一応ね、午前中に公開する設定にしました。暇でどうしようもない人もいるだろうかなと思って、いつも夜8時なんですけど、今回は朝、10時、午前10時に、1月1日、2日、3日の、どこかで更新されますので、ぜひ、視聴の方よろしくお願いいたします。一番そっちに力入れてるんで、こっち全然力入れてないから、そっちの動画が長い。そう、正月動画が一番長い。1時間ぐらいある。特番的なね。はい。そんな感じなんで、よろしくお願いします。それじゃあ、今年1年お世話になりました。来年もぜひよろしくお願いいたします。それでは、お疲れ様でした。ああ、疲れたな。もういいか。もうオールするか。寝ないか。完結して、いっか。なんでだよ。そういや、クリスマスプレゼントは、もらえましたか？高校生多いでしょ。高校生とか中学生とかね。もらえました。何もらったんだろうな。一説によると、PS4 買ってもらったっていうガキがいるらしいんだけど、考えられないよな。クリスマスプレゼント4万とか。すごいよね。一番、俺が悲しかったクリスマスプレゼントは、ワンピースですよね。ワンピース。漫画のね。の、13巻が、朝起きたら、一冊ね、トーンって置いてあって。いや、俺一冊も持ってないんだけど、ワンピース。一冊も持ってないんだけど、13巻置いてあって。で、裏見たら、ブックオフのシール貼られてたよね。そんな、私の幼少期ですけど、
幼少期っていうか、まあ結構いい年だったから。学生かな。いやー、いいなぁ、クリスマスになぁ、プレステ4とかもらえんのなぁ、すごいよなぁ。平均年収別に上がってないのに、子供のプレゼントはものすごく価格が上がっていくっていう、このわけのわからないスパイラルに入っていきますよね。NBA のサラリー高騰してますけど、あれはもうサラリー上限アップしてるからもうそういうことになったわけで、テレビ契約が新しくなってですね。いやー、すごいですなぁ。だから私もクリスマス当日はいろんな方に煽られましてね。まあ、この、ちょっとツイート見てみますか。おまけついでに。これ私が、2年前ぐらいかな。からツイッターで、お世話になってるですね。私の、姉気分ですね。お世話、それぐらいお世話になってる方の、ツイートなんですけど、もうお子さんがね、私の動画をよく見られているということで、なんか買ったらしいんですよ。で、僕だったら、もうレジェンドだと。レジェンド版を買ったと。コービーの表紙のやつをね、買っただろうっていうことで、どうやら PS4 と、そっち特別版を買ったらしいんですけど、メロさんもこれですよねって言われて。いや、違いますよ。そんな金ないよ。すごい世の中になったな、本当にな。しかも1テラあんだよね、この PS4 ね。俺、そんなないはずだな、俺の PS4 な。せっせこせっせこディスク版買ってますよ。金振ってこねえかなー。